はい、皆さんこんにちは、 DJ のウクレレ講座です。今回のウクレレ講座は好みのウクレレを探そうというお話をさせていただきたいと思います。まあウクレレでいろいろ検索していただきますと、まあこの動画も出てきたりするわけなんですけども、まあそういうふうにいろんな情報が今インターネットにたくさんあると思います。その情報を見てもテナーウクレレは大きくて弾きづらいという人もいれば、テナーウクレレはすごく、抑えやすいんですよという方もいらっしゃいます。まあそれぞれ皆さんの好みによって違うんですね。例えば、ラーメンは塩ラーメンがいいという方、味噌が好きっていう方、あとは豚骨醤油がいい、昔ながらの中華そばがいい、まあ好みがいろいろありますようにですね。まあその中でもさらに細分化されるじゃないですか。ニンニクは入れる派、入れない派、あとは油多めが好き、少なめがいい、つゆまで全部飲む方、残す方、いろいろあるようにウクレレの好みも人それぞれなんですね。ですので、いろんなウクレレを弾く、まあ人の弾いてんのちょっと弾かしてって言って弾くというのではなく、自分のものにする、もしくはまあ借りて持って帰ってもいいんですけど、1週間ぐらいは弾いてですね、そのウクレレが自分に合ってるかどうかというのをやっていただくのもいいかなと思います。はい、なかなか自分の好みのウクレレっていうのは見つかるまで長い時間かかったりします。これがいいなと思ったらもっといいウクレレが出てきたりする場合もあります。はい、でサイズだけじゃなくてネックの握りによってもものすごく好みが分かれるところがあるんですね。ネックというのはこの部分ですね。これの握り加減がそのメーカーによってかなり違ったりするんですよね。でその厚めが好き、薄めが好き、まあ好みもいろいろありますので、その辺も引いて引きやすいものに出会える旅、これを楽しみましょうと今回の動画ではそれを言いたかったわけなんですけど、実はこのウクレレネックがものすごく薄いんです。ちょっと調べてみましょう。ネックの幅はですね、ナット付近で36mm、それほど細いっていう感じではないんですが、こっちの細いっていうのはこの厚さなんです。見てください。はい、これマーチンのウクレレですけど、こう比べていただくとどうですか。エンキー4を使ってないですよ。はい、同じ位置に並べてこうです。はい、わかります？ちょっとこう左右に動かしたりして見やすいようにしてみましょうか。はい、こんなに厚さが違うんですね。ちなみにマーチンの方厚さ、幅を見てみますと、これも 36mm で同じですね。で厚さ、ナットの部分はこうちょっと広がってますので1フレットで見てみましょうか。 14mm、 この薄いと言われる革製のウクレレですね。実はこのネックというのはこっち側、4弦側が広がってて1弦側が薄い、言うなればこうやってみますよ、こうやるとネックの形がこういう状態になってるんです。ここの部分が高くて低くなってるんですね。でなんでそういうことになってるのかというと、ちょうどこの手の形のこれ見てください。ここら辺太いですよね。でなだらかになって薄くなってる、ここを切り取ったのと同じような形になってるんです。4弦側が盛り上がってこっち側になだらかにスーッと下がってるというようなネックの仕様になってるんですね。はい、ですのでこうやって持った時に手にピタッとはまるところはあるんですが、こうやって、親指を後ろに持ってきてコードなんか引こうものならものすごい薄くてですね、このままパキッてやったら折れるんじゃないかなというぐらい、こっち側は特に薄いです。さっき測った 12mm っていうのはこっち側の頂点のところで、ここら辺はですねちょっと測りづらいところもあるんですけど、この辺は 10mm ぐらいですね。この辺のこっち側は 10mm ぐらいで、こっち側に行くに従って12mm ぐらいの厚さになってると、こういうネックもありますので、はい、まあその辺の握り加減ですね、機械で削り出してないです。職人の方が1本ずつこう削ってるんだと思うんですけども、その辺の握りの違いが出てきます。で、まあそういう握りの違いなどで引きやすい引きにくいというのが分かれてきますので、このネック引きやすいわっていうウクレレに出会ったら、その
こは手放さないようにずっと大事に、まあ、引かなくても持っとく方がいいと思います。後であの握り良かったのになって言った時に手元にないとショックですからね。ぜひそういう風にしていただければと思います。はい、ということで今回の BJ のウクレレ講座は、この一本に出会うために、まあ、いろんなウクレレを弾いてみてくださいという風にお話しさせていただきました。 BJ もこの一本だと思ってるのを何本も持ってて、それをどっか一回やってるんですね。もうこの一本しか一生弾かないという子にまではまだ出会ってないんじゃないかなと思います。でも最近はこれ気に入ってずっと弾いてる感じはあるんですけどね。はい、ということでこの動画がいいなと思った方は高評価ボタンのクリックをお願いします。あとチャンネル登録もお待ちしてます。ということでまた別の動画でお会いしましょう。さようなら。星空を見ることはできないだから、今はまばたきももったいないと思う。ランタンの明かりに来る夜、音が鳴い僕は忘れない、いつもいつまででも。